皆さんこんにちは、バーディーラッシュアワーです。今回は最近の私の練習ルーティンについてご紹介させていただきます。私は特に練習場において目的意識を持って、テーマを持ってということですね、練習しているのですが、最近のテーマはこの2つです。一つは飛距離アップ、もう一つはイントゥインで振ってボールをコントロールするっていうことですね。順を追って説明していきます。まずはバットでウォーミングアップしていきます。寒くなってきたので怪我予防の意味合いですね。次にいきなりですが、全開でこのバットを振っていきます。以前動画でも説明したのですが、基本的に人間はボールがあると無意識に力をセーブしてしまうので、こうやって素振りで重いものや軽いものをブンブン振って振る力を高めています。素振りでヘッドスピードを高めて飛距離を伸ばしているってことですね。練習のスタートはいつも変わらず片手打ちでスタートします。左右両方打って、まあこれは60度のウェッジでポンポン打っています。私が思ういつも同じ練習を続けるメリットは、自分のスイングの変化や感覚、ボールポジションの変化などを感じ取りやすいことだと考えています。いつもこうやって片手打ちからスタートして、意図せず日々変わっていってしまう自分のスイングと感覚をリセットする意味合いでも、いつもこの練習を行っています。最近は左手に関してはショットの延長線上で打ちたいイメージが強いので、フルショット気味の片手打ちも練習しています。次に60度で両手で持ってアプローチしていきます。アプローチの練習ではあるのですが、最近はスイングの修正をメインに取り組んでいるので、距離感の練習というよりは自分がこの小さい振り幅の中で正しい体の動きをしているかを確認しながら打っています。このように同じような練習でも意識を持っていくところを変えることによって、自分の練習目的に沿った質の高い練習が実践しやすくなると考えています。ここでもバットを振っていきます。基本的に全力で振っています。次に52度で打っていきます。これも昔から私の持論なのですが、スイングの矯正、修正は小さいクラブの方が圧倒的にやりやすいですし、効果も得られやすいですね。今はアウトに下ろさずにイントゥインの軌道でフェードを打っていくことをイメージしているのですが、大きいクラブだとどうしても早く振る、早く動くというイメージが先行してしまい、結果的に動きの修正ができないという経験が多くあったので、基本的に私のスイング修正は小さいクラブでやりたい動きを意識するということを続けています。相変わらず練習方法はすごく地味ですが、しかし経験上これが上達の一番の近道だと考えているので、今もこういった練習を日々実践しています。小さいクラブの方が体の動きとかクラブの動きは修正しやすいので、特にまあ練習のウォーミングアップが終わった最初の段階ですね、短いクラブを持っている時に最もこの体の意識の矯正、意識の修正をイメージしています。ここで7番アイアンに番手を上げていきますが、あくまでイメージは一緒です。イントゥインに振っていくこと、とりわけナイスショットを打ちたいとかは全く思っていません。自分の体の動きやクラブの動きにフォーカスして集中しています。私はコースではドローとフェード両方打つタイプなのですが、今までは割合的にフェード9割、ドロー1割ぐらいの練習量だったんですが、インサイドインに軌道を修正している中で、軌道がストレート気味になってきてドローのイメージが出しやすくなってきたので、フェード7、ドロー3ぐらいの練習量に今はなってきました。ここでもバットを振っていきます。全開です。練習の合間にこの全開素振りをちょこちょこ入れるっていう感じですね。現在はスイング修正と飛距離アップを目指しているのですが、そこで例えばドライバーを100球打つなんてことは私はありません。あくまで飛距離は素振りでヘッドスピードを伸ばして飛
距離を伸ばすべきだと考えているからですね。球数もかなり少ないです。今私はそのスイングのある課題、まあ、アウトに降りてカットに入っちゃうっていうことをですね、修正してるんですけど、こうやって目的意識を持って練習すると、まあ、一つ練習も、一足いいものにできる可能性が高くなると僕は思ってます。自分の悪いスイングっていうのの場所を探さないといけない。僕でいうとこうアウトから入るっていう、入っていることに気づかないといけないじゃないですか。だからそういう原因を見つけるために練習場に行って自分の動画をスイングで撮って、ああここが悪いんちゃうか、ここあそこが悪いんちゃうかっていうことをですね、試行錯誤しながらやっぱりどんどん上手くなっていくのがゴルフなんで、まあ、今僕が取り組んでいることが、間違ってるかもしれないし、まあ、それは可能性はあるんですけど、まあ、そうやって試行錯誤して食いながらスイングを良くしてるっていうのがゴルフであって、僕もこうやって上手くなってきたので、皆様もぜひご参考にしてみてください。ありがとうございました。